はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのはですね、すでに明治41年の1円銀貨動画に撮ってるものがあるんですけども、それを上回る美しさの明治41年のですね1円銀貨を、入手しましたので、こちら動画に残しておきたいと思います。なかなかこれだけ美しい明治41年の1円銀貨は私は見たことがないですね。非常に美しい輝きを放っております。遠ざけた方が綺麗に見えるかもしれないけど、ね、これだけの竜の図面の方がこれだけ美しいのってそんなにないと思うんですよね。で、1円の方はこれはこれで、若干の細かいスレはありますけど、それでもほとんど細かい傷以外は、スレ以外はないと言っていいんじゃないでしょうか。大変美しい状態を保っていることがわかります。もちろん偽物かどうかという心配はあるわけなので、貨幣商組合の方のね、鑑定も出しておりますけど、写真見ても大変美しいのがわかると思いますね。実はまだ撮ったばっかり、令和4年4月19日に鑑定ね、撮ったものになります。もし磨きとかがあれば特徴のところに磨きありとかね書いてあるんですけど、もちろんこれは書いてありませんし、本物であるという証明はお墨付きをいただきまして、で、明らかにこれ非常に美しいっていうのが分かりますよね。なかなかないと思います、これだけのものは。で、特に特年ですから、明治41年というのは、33万4705枚発行されております。極めて枚数としては少ない方に入りますので、なかなかこれはちょっと実際鑑定出してみないと分かりませんけど、面白い鑑定結果になったらいいなっていうふうに期待しております。今回は1円銀貨明治41年の完全未使用のレベルのものをご紹介しました。こちら PCGS に鑑定を出して、また結果がね半年後1年後とかになるかもしれませんが、鑑定結果を公表したいと思っております。ぜひ楽しみにしていてください。